貧血気味という悩みで質問をいただくことが多いんですけれども、ほうれん草は鉄分とビタミン C が豊富で、鉄分単体で摂るよりもビタミン C を一緒に摂ってあげると吸収率が高まるのでおすすめです。これ混ぜるだけで本当に美味しいからみんな作ってね。